ゆくわみなせ。ルールを説明しよう。キング会館世田谷店で水瀬美香がパチンコスロット台を打つ。目標金額は50万円。見事達成すれば真顔行きが決定。パチンコスロットで勝利した金でカジノに行くという水瀬の願望を 100% 叶える、なんともご都合主義な企画である。が、しかし水瀬の収支がマイナス30万円を突破した時点で罰ゲームが発生。その内容はベールに包まれているが、果たして水瀬はパチンコスロットで50万円を叩き出し、マカオでカジノという悲願を達成できるのか。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。さあ、ついに始まりました。ついに上から水瀬始まりました。来月で2年目の、そうですね、2年が経つ、3年目に入る。はい、ついに2年目を迎えようとしてるんですが、はい、前回残念ながらサラバン取れませんでしたね。残念ながら負けたって今言うのかと思った。珍しく勝ったでしょ。あれ、うん、勝った。ただサラバン、お目当てのサラバン座れなかったじゃないですか。まあ導入日でしたからね。まあなんとあの後結果聞いたんですけど、あの島全録だったらしいですね。島ってどこからどこまで。番長2の島が3台で6、やっぱあったんだ、そういうのやったんだ。行きですね。予想通りですね。はい、予想通り。、うん、まあということで、まあ、前回、残念ながらサラバン座れなかったんですけれども、まあ今回ぜひ打ちたいと。すごい打ちたい機種があるんですよ。はい、なんすか。ドリームジャンボ。あ、ドリームジャンボね。そっちね。すっごい打ちたいんですけど、すごいらしいですね。残念なことに導入されてませんでした。ああ、なるほど。一番上だと何ゲームが確定するんですか。一等だと3000ゲームで、前後賞ついて5000ゲームで、ダブル揃いすると1万ゲームですね。1万ゲームですね。それを夢見てるんですけど、なかなか導入台数がね少ないんで、こちらの店舗さんも入ってません。というわけで今回は、まあ、前回打てなかったサラバンでも打とうかなと。はい、リベンジですね。情報も結構出てきてるじゃないですか。でもまだ少ないですね、ちょっと。もっと欲しい。もっと欲しい。もっと欲しい。意外とカンパ難しいですね、前作に比べると。もう一回、もう一回もっと欲しいって言ってもらっていいですよ。もっと欲しい。なんすか。ちょっと与太話をそれくらいにして。まあサラリーマン番長が狙い台ということでね、打っていきたいって感じですよね。結構前に人いますからね、もう私20番ですから。はい、今日は20番。まあ寝台に今流れる人もいると思いますけど、はい、お尻ペンペンが入ったんでね。あ、そうだ、お尻ペンペン入ってんじゃん。お尻ペンペンでもいいなっていうのはありますね。うん、いいじゃないですか。2台しかないんで、多分前の人に取られてると思う。あー、じゃあということで、はい、今日も頑張っていきましょう。今日もね、連勝目指します。はいはい。上から見なせ。いっす、いっす、大丈夫っす、大丈夫っす。今日は二日酔いじゃないから。昨日勝てるね。出たよ、カード代取られるっていうパターンね。サラリーマン番長、ね、これはすげえ勢いで埋まってるけど、こっち側に、はい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 、気がついたら台取れないよ。1台超えてる。1台あったよ、1台。あ、そっか、超えてるよ。私この間これ打って1だったんだよ。ここ入んないんじゃない。待って、昨日やばいじゃないのこれ。これ昨日のやめゲーム数が47だからね。あー、リセットがわからないかもしれない。まあでもなんとなくわかりますよね、200のゾーンで見極めればね。そう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 。上から見なせ。はい、ということで皆さん、はい、なんとか取れましたね。取れましたけど、はい、台はちょっと選べなかったですね。まあこの前日の5670枚っていうの、はい、ちょっと、はい、私こういう台打つの好きじゃないんですけど、はい、しょうがない、しょうがないですね。はい、まあ設定関係ないですよ皆さん。それ言っちゃおしまいでしょう。一応カンパしていきます。はい、カンパしていきましょうね。まあ確かに設定関係ない部分もありますけれども、はい、じゃあまあぜひ、まあ前日の出玉だけ見たら強気挙動をしてほしいという感じですかね。ちょっと天国行ってるっぽいですし。そうなんですね。もうこれ打ちすぎて、はい、なんか寝る前にもベルの腹出し音が聞こえてくるレベルなんです。あ、そんなに打ってるんですか。ほぼ毎日ですよ。
勝ってますか。9月は終始つけてたんですけど、はい、あ、ついに終始をつけるのやめたんですね。あ、そのハーネスってなってから終始つけるのやめましたね。あ、なるほど。頭の中でも覚えられるぐらい負けてたからね。でも一応あれですよね、設定変更後はこのステージ行きやすくはなる、はい、あ、そうみたいですね。で、はい、こっちかもしれないです。そうですね。もうこれ前日と出してそろそろ96超えるとこだから、はい、超えたからこの後行ったらまあまあリセットなのかなって。ああ行きますね多分これ。まあ前日合わせて96は抜けてるんで、はい、これ入ったらリセット濃厚ですね。やばい、やばいですね、はい、すぐ当たりましたねまた。まさかのサラバンガ電力とかないかな。この台数はないな。この台数きつい。でもこの台意外と辛いとされてるから、はい、やりかねないですね。まあ下の方はすごい抜けるっていうホールデータ出てるみたいな。そうです。お、いやーいただいたる。これ結構外してるよ私これ今まで。これ 2で発展すると外れるわ、はい、さあ次行くか。大丈夫大丈夫。これはさすがに外さないと思う。3まで来ますね、はい、カプセルホテル一応期待度30%ぐらいですかね、はいはい。まあ、チャンスパターンが入ればもっと期待できますけど、はい、これは通常パターンね。あ、通常で来てる。これは結構寒いですよ。チャンスアップがない、はい、最後ないね、はい、これやばいやつですよ。あ、マジで？あれ外れるの？まあ、でもこれ外れたっぽいですよね。あ、あれ外れるんだ。初めて外したわ。これで予兆行ったりしないですか？行かないんじゃない。あの共通ベル出ないですねあんまり。結構、はい、私の中でですよ、はい、共通ベルが一番当てになる。ああ、なるほど。設定6は24分の1ぐらいですね。26ですね。で1が30ぐらいだから、まあ分母が小さいですからね。そうですね。差はそんなに大きくないけど分母が小さいからそこそこあって、他が間違ってこの間通常ラッシュ入っちゃって引き戻しちゃったりとかして、ええ、でも二王門の当選率、あの、はい、おしべるからの当選率も 60% ぐらいあったんです、台があったんですね、夕方まで打って、ええ、で頑張って粘って、まあ、負けたんですけど、はい、ベルが終日35分の1ぐらいだったんですよ。あー、なるほど。それでこれは何なんだろうって、やっぱ2とかだったんで、あ、下だったわけですね。そう、やっぱりそうかっていう。一番二王門当てにならないなと思うけど、はい。あ、チャンス目。チャンス目。ここで、ナイス。あ、3つ。一応3つ目いきましたね。でも私、挑発すんだよな、これ。挑発します？挑発す。50% どころじゃないよ、期待度。でかいチャンスパターンですね、はい、これで夜じゃあリプレイ否定すればですか。マジの、はい、一応期待度 70% ぐらいありますね、はい、俺は行ったでしょうよ。じゃあ分かんないよ、さっきの冷やかしもなかなかだったからね。あ、はいはいはい、さすがに当たったでしょう。はい、チャンス目解除ですね。はい、はい、147楽勝。楽勝ですか。まあそうですね、5000円なんで楽勝ですね。普通に返されました。お、いいですよ。いいですか、ボールペンだ。 お、うまいうまい。いやいや、こんなのところに私ベルがね、はい、お、いいですよ。めちゃめちゃ下手なの。ここもついちゃえ。よしよし、
だってこれ内部ポイントだから多分、ね、結構いってるんでしょ、ね、ある可能性あります、はい、さあ狙っちゃいますか。あダメか。さあ赤7と、じゃあこれが100ですね多分。100、いきなり100いっちゃいます。100いっちゃおう。100の振り分けってね、どんなもんなんでしょうね、はい、どんなもんなんすかね。まあ100いったらいただきラッシュ確定と、確定の3分の1で昇番、昇番上の可能性もあるじゃないですか。私結構引いてますよ100。ああそうですか。ただ昇番はにはつながらない。ああなるほど。でかと、お弱ですね。そうなんですよね、ちっちゃいとね。ああチャンス目だけか。チェリーもちっちゃい方がいいんじゃなかった。なんかでもほとんどデカン出てくるからちっちゃい方がいいんじゃないですか。おお。デカンが来ましたよ。1回だと分かんないですよね。これドデカベル、もう一丁。おぉ、メス来た。いきなりかわいい。ありますね。私これ見たの3回目なんですけど、これですよね、これ一角、はい、たまらないやつ。あ、かわいいかどうかって言われてちょっと微妙。かわいいじゃん、パンダ自体がかわいいんだからもうかわいいでしょ。さあ、幸先よしこです。よし、皆さん幸先よしこです。いただきをいただきました。なんか今日やる気ないな、いつもに増して。60ゲームで終了。終了です、はい、いただきラッシュ。いただきラッシュ。青しよう、青、はい、青に持っていこう。つかない、まあ、青にできるかどうか結構大事ですよね。本当あれでだいぶ変わりますよ。早いね。さあ中段に止まらない。止まらない。赤いいただきラッシュでございます。とどろき混合でやりますよ。でも皆さんがいつもフルネームで言うためにちょっとおっとチャンス。おっとジャクチリあら、なんすか、トドロキコンゴって言っちゃダメ。なんかちょっと若干イラッとする。なんでイラッとするの。当たっちゃうこれ。78点。あららら、あるかも。ダメか。あー、チャンスパターンないな。そうですね、全体的に見たいね、あのカットインは。あ、そこ。あ、ちょうど行きましたね。あ、あ、今一瞬パネルが消灯しました、はい、まさかの弁当で乗るってことですか、これはね。そうなのかな。え、消灯したんだよこれ。本店長の煽りじゃなくて。え、じゃあ何、弁当解除したの。これ弁当解除でしょ。そうかな。そうでしょ。だって先に頂上行ったからパネルが消灯したんですよ今。あ、そ、何かを確定してるでしょ。さあこれ3ゲーム目か。食堂夕方。お、はいはいはい。あれでも1ゲーム足らない気がする。これ確定しちゃう。だって8ゲームとか全然、うん、復活かな。復活かもしれない、ね、さあ船盛りから格下げだから。取った。弁当解除した。弁当解除かな。だって弁当が成立した時にこのパネルがこうなったの。うるせえな。青ならだったら弁当だよ。うるせえな。ちゃんと見とけよ。まあ実践上青ならですよね、弁当解除なら。そうですよね。さあ、揃えちゃってください、青なら。はい。
づいた。じゃあなんであれ消灯したの。あれ外れることあるってこと。いやあれは本店長の煽りでしょ。あそうなんだ。でもちょうどパンダ出てきたのね。たまたま弁当引いちゃったからかぶっちゃったの。え、じゃあこれはなんだ。だからまあ一応天国行ったか可能性が高いんじゃないですかね。いいじゃないですかこの台前向きですね今日はいいですね。いやいつもこんなボーナスいけないんですかってこの台。いやでも本当そうですよ ね、 ね、あの今作はなかなかやっぱ天国そう行かない、はい、コンセプトじゃないと行かない。行っても伸びない。伸びるんだよっていうことはプラス10のみですね。そうですね。やばい30ゲームしかないよ。そうですね。何か起こさないと、ね、さあノルマもちょっと間に合わなそう。あー2本ぐらいいかないかこれ。あ終了と。終了か。ダメだな。400何枚、はい、一応勝ってるからもういっすわまあ一応浮いてますね。これで1話分できたんじゃないですかえ？オーケー、ウェルカム。さあ本日初の行事に。ただちょっと内部状態が良くなさそうですね。まあ、帽子は似てるけど。あ、そういうこと。しずくちゃんステージに行ってましたね。いましたね。弱チェか。こちらをご覧ください。強チェって広角一個ちゃんね。いや、僕もね、それがちょっと今気になってるんですけど。もしかしたらこれえ？そんなことある？200ゲーム台、300ゲーム台、クズクス両方で何も引いてないのに続くステージ行けば、まあ帝国準備の必要なんじゃないかと言われてますけど。その可能性出てきましたね、これ。チャンス目。まあ、いいタイミングでチャンス目引いたんだろうね。暑い。夜ですか。うん、あ、背景夜ですね。で、工事現場ですよ。はい、あ、一人しかいない。あ、暑い方のカットイン来ましたね、はい、この次のゲームもね、カットインが来れば 逆バージョンか。でも当たるじゃないですか、これチャンス目だ。はい、チャンス目バージョン。強いのから弱いのに多分熱いのか。どうなんだろう。投資なし。あら、いやチャンス目職人ですね今日本当にこれ英手中にしてもらっていいですかって。ボーナスか。あー、おサプライズ青だな。本当だよ。じゃあさっきのチャンス目でなんかポイント貯まったみたいな、そんな感じですかね。まあそうなんでしょうね。内部的にポイントが貯まったんでしょうね。じゃあ頑張ろう。これで40で終わるパターンめちゃくちゃ多いんだよねさあこの嫌だな。それだけはいただきラッシュ期待度 50% 認めないとお話になれませんよ。認められないんだな私青が。いつも頑張ります。ああ。これはちょっとあかんですよ。
これいつもの私の感じだな。あかんですよ皆さん、残り12ゲーム11ゲーム、でオーラ出てないしな、この人もう継続する気がもうないでしょ。なんか青って40多くないですか、気のせい。あーどうなんすかね、なんかそうであっておかしくないでしょ。一枚だけでもいいですよ。俺はオーラなしだからもう無理だね。いやーやっちゃいましたかこれ。ああこれなんでいつもこうなんだろう。まあチャンスは一応残ってますが、轟きなんでね。はい、ダメージ。あーやる気が余計なくなったなこれ。さあこれ確定しちゃう。あー何このパターン、なんですかこれ。また40で終わる。40秒で多いですね。いやーチャンス目職人さすがやな。チャンス目職人やりました、またさ。あーもうこの岩見飽きました。お、全部白。うん、11年です。あ、これパターン法則崩れじゃないですか、今の。なんすか法則崩れ。ああ、でもチャンスですよ。ああ、まあまあ、3回連続外してる。もう今のがうまくいってたら、あーやっちゃったですよね。あー悔しいな。お、気分を変えて、はい、しずくちゃんですね。さあレア役引けずに40ゲーム終わりそうですね、この感じ。あー、生命的に動かしてほしい。そうだよ、無理でしょ。あ、大継続。大継続80、あ、100チャンス。100チャンスですね、80。大チャンス。大チャンス。チャンス目。いいですよ。赤になってくれないと。さあもうすぐ80ゲームです。はい、この緑で継続してください。さあどうだ。お、あ、いただきの方ですね。継続はしなかったけれども、さっきのチャンス目での、まあ、当選でしょうね。まあ良かったですね。はい、良かった。青、ここ大事ですよ。あ、いいですよ、いいですよ。あら、つかない。あら、いいですよ。あー頑張れ。おー、これはあー頑張れ。あー、あーお願いします。やった。うまい。やった。中段に来るやつでしょ。はい、いいねこれ。さあ大チャンス。青いただきです。よし頑張ろう。あ、5個ある。はい。お、いきなり、あら、なんだよ。お、あ、いいですよ。弱チェ。さあ、よし、いいよ。男のチャンス。
お、全長来てますね。ボーナスの全長来てますよ。お、あ、コパン、コパンだ。お、助けた。助けました。当たった。V14、15ゲーム。今弱点なのかな。いや、煽り来てたから。ですよね。マップ解除の方ですね。まあ天国がいいですよね、やっぱね、この台。この台ありそうですね。ありそう、ありそう。そうですよね。ああ、欲しかったな。あ、まあまあ、あー、ちょっともったいないな、これは。本当だよ。でもまたすぐ当たるかも。当たんないか。あ、右2つ。さあ残り、よし。あー、溜まりましたね。さあ移動以外、後期はダメよ。あら、あら、最低でした。あれ、なんでこのノルマ溜まってんの。青だから。ああ。あの、共通ベル3回引いたんです、今。ああ、そうなんですね。そんなに引いたんですか。ああ、何よ、もう。ああ、せめてノルマを貯めたいですが。ああ、ちょっと間に合った。上乗せ。上乗せ欲しい。なんだよ、それ。あー、終わっちゃう。あ、チャンス目、強チェ。終了だろう。あ、ニオも行った。あ、ニオも行きましたね。ニオも行ったけど、もうこれせっかく引いたのにな。693万ニオもですね。まあでも皆さんが得意だって言ってる日本語ですよ。あ、そうですね、得意です。証明してくださいよ。はい、簡単です、こんなの。やばいです。あー、なんか引きたい。引けてないこれ。じゃあ1回だけだから、まだね、1回だけだから。引き戻しかな。あ、レインボーボーナスかい。まだまだでしょ。本当に、もう分かるでしょ。いや、もうダメだ。ダメでしょ。上から見なせ。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今なんかどこ見たの。え、どこ見たんですか今。いや、あのハーデス初当たりが 1600X だな。すげえなと思って。リセットするってことじゃないですか。あの収録に集中してください。どうですか今、ね、あの投資2万の今、はい、693枚だから、はい、まあ、7000円ぐらい負けてるんですね。そうですね、まあでも勝負はできてるって感じですよね。そうなんですが、はい、今ベル BB 中も全てトータルで計算したら、はい、30.2 分の1だったんで、下の方よくはないですけれども、はい、まあ、私の経験上本当にダメな台打ってる時はもう30とかにもよらず40に寄ってることが多い。はいはい、はい、35分の1とか今2000ゲームぐらいもうあるんで、その中で30分の1だから、まあまあ落ち着いてると思うんですけど、どっちとも考えられますね、これ。なるほど、まあ、ただ天国以降、あ、まあそうですね、ボーナス当たり方とかは良さげな感じなので、はい、まあダメの理由も、まあ、ベル以外はないかなと。ベル信用してるんですけど。まあちょっと疑いつつの後半も続行かなっていうことですか。そうですね、はい、はい、続行しようかと思います、はい、